こんにちは、僕たちティールサイルグは今日ジャケット撮影に来ました。ここで僕が一番目に撮るんですけど、で今日のためにポーズとかいろいろ勉強してきたので、ちょっと初めてなんでジャケット撮影では緊張しますが頑張りたいと思います。今日初めてのこれが写真撮影なんですけど、まあすごい緊張してるんですけど、あんまり緊張してたらなんか表情筋とか固まっちゃうじゃないですか。なんでできるだけ楽しく自信持ってやっていけたらなと思ってます。頑張ります。今から僕はアストラバルバルタのジャケット撮影のソロを撮るところです。こういう感じのセットで撮るんですけど、先に個人で撮ってユニット撮って全体で撮るって感じです。じゃあ行ってきます。バイバイ。今緊張しました。頑張ります。みなさん写真撮影頑張ってしてきます。これ後ろのセットこうやって名前とかが書いてあって普通にかっこいいです。このなんだろう、これの工場かな。なんかいい感じがあっていいです。でもこれ登った時にすごい高くて怖かったです僕。はい、なんか撮影をしながらいろいろな感じをしてみましたが、なんか物足りないだからメンバーたちと一緒に撮影をするときはもっとうまくしてみます。はい、今は1回目の僕たちの服でみんな一緒に撮影をしています。はい、ここゴムがいます。はい、挨拶してください。挨拶？はい、私は韓国人です。今は何をしてますか？今は私たちのジャケット撮影をします。しています。こんにちは。僕たち今2回目の撮影で。制服着て撮影してます。後ろにティールサイル入って、僕はパーカーみたいなやつにシャツ着てます。ちょっとなんかラフな格好で、でもなんか制服っていうちょっと不思議な設定なんですけど、ここで僕が何やろ、ちょっと明るい可愛い雰囲気で撮らないといけないんですけど、まあ笑うのが難しくて、じゃあこの後も他のメンバーも撮るんで、みんなで頑張っていい写真撮れたらと思います。ファイティング。今回2個目の衣装が制服のコンセプトなんですけど、僕が日本で学校に通ってた時、僕の高校が私服登校だったんですよ。だからめちゃめちゃ久しぶりに制服着てみました。この制服の衣装もとってもかっこいいなと思ってるので、他のメンバーたちの着てるのを見てて、だから頑張って撮影していきたいと思います。ファイティング。
生が面白いですね。こんにちは。皆さん、寒く天気が寒くなりました。全部風に気をつけてください。僕たちティールサイル部、最後の撮影に入りました。僕たちは今回、各自それぞれにあるキャラクターのコンセプトについてのこういう、僕だったらこれ地球なんですけど持ち物を持って撮影しました。みんなかっこよくね、努力して撮るようにできました。僕たちがこうやってジャケット撮影するのも初めてなんですけど、これからもっと練習してかっこいい姿、かわいい姿、いろんな姿を見せていけるように頑張りたいです。今回の撮影ではあるそのこういうものとかと関わったものと一緒に撮影をしたんですけど、僕の今回のものとかそういう人物はティグマリオンっていうその神話に出てくる人をモチーフにして、これが彫刻像なんですけど、ピグマリオンっていう人が昔にその自分の理想のだったその好きな女の人のなんていうか想像をその彫刻像にして彫って、その彫刻像にその恋をしたっていう神話があって、そういう関わりで僕がこの彫刻像を持って撮影をしたんですけど、本当に楽しくて最後まで最善尽くすこともできたし、よくかっこよく撮ってくれたので満足しました。なのでこれいっぱい期待してください。今日は大変ですけど、一番面白いです。ありがとうございます。愛してる。心の奥の望みすべて瞳に胸に頭に。ちょっとこれ食べるふりの撮影してたんですけど、ちょっとお金の匂い、鉄の匂いがして、なんか、なんだろう、小銭の匂いがして、多分味も小銭の匂いするので、小銭の匂いってなんだろう。デビューアルバムアスラバルバルタのジャケット撮影が終わりました。僕たちメンバーでが前この前よりこの前からこの前から今まで指とかジャケットとかいろいろなことをために頑張ってきましたから、綺麗に見てください。ありがとうございます。ついに僕たちのアスラバルバルタジャケット撮影が終わりました。疲れたんですけど、やっぱりみんなそれぞれ自分の持っているキャラクターとかがあって、その一人一人持っているアイテムとかその表情とかが違うので、そういう点に注目していただけたらとても楽しめると思います。僕たちアスラバルバルタとてもいい曲になっているので期待しててください。じゃあまた会いましょう。バイバイ。ファンの皆さん、こんにちは。私はシアンです。いつもほんまにありがとうございます。早く会いたいです。ありがとうございます。皆さん、全部お疲れ様でした。バイバイ。こうして僕たちのジャケット撮影が終わったんですが、皆さんに僕たちの写真を
気に入ってもらえたら幸せです。いっぱい応援してください。バイバーイ。せーの、僕たち T サイコでした。ありがとうございました。